今日も笠間のリケ担当弁当です。今日はですね、数学の勉強時間を 40% 削減するノート作りの方をやってまいりたいと思います。これは集団授業の中でも、ね、やった内容なんですけれども、ぜひとも皆さんにもシェアしていきたいなということで、リスナーさんにもやっていきます。で、本来は有料の集団指導の内容なんですけど、8月いっぱいは個別指導の方でも、ごめんなさい、無料体験の方にも、すべて公開している内容です。で、ということは、別にここで公開しても、何ら利益の損失はないというか、そういったところで、お話しさせていただきます。じゃあ、例えば、そうですね、こんな問題があるとします。シーターは、0から、これどうしたらいいかな。こうしたらわかりやすい。シーターは0から180度の中で、タンジェントシータは、傾きはマイナス2ですよと。1いったらマイナス2変化するねと。この時サインシータ、コサインシータの値を求めろと。で、シーターが0から180度ですから、上半分ということになりますね。で、しかも今、現段階で傾きがマイナス2ですから、傾きマイナス2で上半分ということは、おそらく第二象限と。てか、絶対第二象限ということがわかります。で、ちょっと今から ダメなノートの例を紹介しますね。別にダメなことはないんですけど、記述回答をやったらこうしてほしいんですけど、いつもの勉強でこれが正しいかどうかっていうのはちょっと微妙なところということで、例えば第一より、0から1、サインシータ。これは0度から180度だから、サインシータ、y 座標は0から1だね。これ大丈夫ですね。あ、ごめんなさい。0から、これ間違ってるね。1は含みますね。で、それから、コサインシータに関しても、マイナス1から、マイナス1から、こっちか、マイナス1から1ですね。これ大丈夫ですね。単純に0度から180度だからマイナス1から1ですよ。で、タンジェントシータっていう風なのは、ごめんなさい。これも結構間違ってるけど、よいしょ、こちらですね。タンジェントシータという風なのは、コサイン分のサインイコールマイナス2ですから、負ということがわかりますね。で、それから丸1番参照しつつ、コサインシータの方も確認していくと。いいですか？コサインシータは0未満であるから、丸2番と合わせて、こんな感じと、こんな感じと。大丈夫ですかね？マイナス1から0ですよ。これ大丈夫ですかね？で、これどういうことかと言いますと、タンジェントシーターが負なので、サインシーターは、あ、ごめんなさい、タンジェントシータがマイナスで、サインシータが正ですから、ここが正ということは、コサインシータマイナスだねと、コサインシータマイナスだねと。で、丸2番と合わせて、こいつとの共通部分見てやったよと。ここまで大丈夫ですかね。で、そしたら、こんな風になりますね。丸1番と丸2番ダッシュより、丸2番ダッシュという風なのはこちらですか？ちょっと。ペンで書きたいな。よいしょ。これですね。これと、丸1番から、90度から、180度と。ここまで冗長な表現する必要はありませんが、とにかく、X 座標はマイナスで、あ、俺書きますね。X 座標はマイナスで、Y 座標はプラスだね、ということで、角度がこう決まってきます。で、そしたら、こういう公式がありましたねと。で、一応ここも確認ですけど、この公式って別に覚える必要はありませんからね。なんでかっていうと、サイン2乗シーター足す、コサイン2乗シーターが1ですから、これタンジェントを作るように式変形すればいいんですよ。これは大丈夫だよね。これはだって単位円上ですから、必ず斜めの長さは1になります。で、斜めの長さ1になる状況の中で、縦の2乗足す横の2乗イコール1だねと。これ三平方の定理ですね。C、A、B と来ていたら、A 事乗足す B 事乗が C 事乗だねと。で、必ず半径1ですから、右辺は1ですよ。大丈夫ですかね。で、ここまで見えてきました。で、そしたら、普通にコサイン事乗で割ればいいっすよね。コサイン事乗で割ったら、ここがサイン事乗シーター割ることのコサイン事乗シーター。横分の縦ですから傾きです。傾きはタンジェント。ここタンジェント2乗です。で、コサイン2乗、コサイン2乗、同じもので割りますから1。で、1をコサイン2乗で割るって、これはもう逆数ですね。で、一応、左側の、この青い波線のこの部分ですね。ここの式が出るよと。ここはいいんですよ。ここは納得できるんですよ。よいしょ、よいしょ。で、そこから、もうちょっと、だいぶ省略しますけれども、いろいろやっていけば、求まるわけですよね。ちょっと求めていきますけれども、ちょっとスペースの関係上、ちょっと小さめに表示しますね。こんなもんですか？じゃ、これで見えるかな？ちょっと見えにくいかもしれないけど。で、一応出るんですよ。ただ、僕、このノートの取り方は、あんま良くないと思います。で、何が良くないかというと、これを記述式の問題演習の中で、自分が書く分にはいいんですよ。だから、アウトプットの際に、
これを書いてみるっていうのは一つありなんですが、インプットの際、要はこの問題の解き方を覚えるときに、アウトプットの、要はごめんなさい、この問題の解き方を覚えるときに、こういうノート作りはしない方がいいかなと。だからこういう記述式回答を実際に自分のノートに書き写したり、まあ、自分なりの言葉にアレンジしてもいいですけど、とにかく文章でノートに書いていくのは良くないんじゃないかなというふうに思うんですね。要は文章って、一直線じゃないですか。その言語ですから、文章っていうのは。言語には線状性ってのがあるっていうふうに言われてるんですね。線状性。線の状態の性質と。だから、言語ってそもそも喋るのが言語ですから、文字ってのはそれを記録するために後から出てきたものなので、結局音声なんですよ。だから一直線に読んでいかないと全貌が見えないっていうのが言語の欠点なのね。ただ僕らってさ、別に言語でこれを覚える必要はないわけですよ。なんで図とかフローチャートとかそういうので覚えた方がいいと思いますね。で、むしろこういう問題に対してちょっと解くのめんどくさいなとか、もちろんその成功法を覚えるのは大事なんだけど、ちょっと時間かかるなっていう、ちょっとめんどくさいなっていう、そういう勘どころが大事なんです。めんどくさいなと思ったら裏技調べる。で、裏技を知っていれば、裏技を知っていればというか、その裏技の中には本質が隠れてたりしますから、裏技調べるってことがまず大事ね。あと、それから動詞。動詞を覚える必要はありませんけれども、動詞の中にヒントが隠れてます。要は公式を覚えなくても済む手立てが動詞の中に入ってるんですよ。いいですかね。だから結局、円の方程式っていう風なのもさ、x 二乗プラス y 二乗イコール r 二乗ってみんな覚えてるけど、これって別にここが x カンマ y ですから、半径 r だったらさ、3平方の定理で横の2乗、縦の2乗足したら斜めの2乗だね。当たり前。だから、動詞見とくといいですよ。動詞を見て、この公式っていうのは別に覚えてなくても当たり前なんだなと。1秒で導けなきゃいけないんだなっていう気持ちで勉強していくとよろしいと。で、その結果ですね、僕がこの問題解くだけならね、要は共通テストとかで、こう、ちょろちょろっと出てきた時に、解くだけだったらどういうノートになっちまうかっていうと、僕ね、これで終わりなんですよ。よいしょ。はい、これで終了。まあもちろん、僕は全然数学できないので、もっと数学できる人だったら暗算でできます、こんなもんは。で、暗算でできる人の頭の中でどういうことが起きてるかっていうと、まあ、天才という、もう僕より数学ができる人の頭の中身は正直よくわかんないけど、ただ、普通にまっとうに文章を書いてって、手で覚えてるよりはこっちの方が早いよね。で、僕のこれを書いた時の思考回路を喋りますけど、結局、まず三角比というのは直角三角形なのですよ。だから、例えばね、タンジェントシーターイコール、そうやな、4とかだとするじゃないですか。タンジェントシーターイコール4とかだとするよね。で、そしたら、で、しかも、このシータがさ、ちょっと、範囲つけますね。はい。0から90度。第一象限ですよ。で、そしたら、これ傾き4ですから、横に1行って、縦に4行くような三角形ってことですよね。で、そしたら、ここでの、斜めの長さというのが、これ16、1のルート17ですか？で、ただ、この、タンジェントシータ、コサインシータ、サインシータっていう風なのは、斜めの長さが1ですよというルールがあるんですね。斜めの長さが1ですよと。で、なんでかと言いますと、まあ、そんなルールは、ごめんごめん、そんなルールはないわ。そんなルールはないんだけど、だからまあ、ごめんなさい、なんでもないです。こういう三角形を考えればいいですね。今の忘れてください。で、そしたら、普通にサインシータって、斜め分の縦ですよね。ルート17分の4ですよね。まあ、有理化は省略しますけど。で、コサインシータって言われたら、ルート17分の1ですよね。これも有理化省略します。これで終わりなんですよ。っていう、動詞仮定にこういうの書いてるのね。サインシータ、コサインシータの動詞仮定とか、教科書よく読めば、そういうのが書いてたり、まあ、教科書よりは参考書の方が幾分わかりやすいと思いますけど、だから、こういうのは必ず見るべきだよね。で、じゃあ、こういう直角三角形ですよね。直角三角形で対処できないケースって何なのと。単位円と直角三角形何の関係があんのっていうふうに言われたら、角度が90超えちゃうとさ、直角三角形作れないじゃない。だから、要は傾きがマイナス2っつうことは、まあ、今回のケースで言うと、サインが正で、コサインマイナス。横の長さがマイナスみたいなことになっちゃうんですが、まあ、長さマイナスってのはないので、そういう時は、どうするかっつうと概念を拡張するんだよな。負でもいけるように、ルール変えちゃおうぜ。まあ、拡張ってのは若干ルールを変えちゃおうぜっていう意味ですけど、だから単位円っていう風になったと。だからまあ今、タンジェントシータ、要は傾きがマイナスですから、まあこれ単位円使わんといかんですよねと。
ということになります。ただ根本的な考え方と一緒というのは一緒ですから、ね、マイナス2ですから、横に1進んで、縦にマイナス2進むようなこういう直角三角形を描きたいと。で、まあ、ただ角度がこんなもんですから、まあ、逆向きですよね。左側にマイナス1進んで縦にプラス2進むような、こういうところにあるはずだと。ちょっと見にくいけど、マイナス1進んでプラス2進むようなこの点ね。で、これぐるっと円を描いたらちょうど何が起きるかというと、ルート5の円が描けるんですよ。ルート5の円が描ける。ちょうどここにルート5って僕が書いてますよね。メモってますよね。で、Y 座標2の X 座標マイナス1ってメモってます。で、だからこのマイナス5っていう風なのは、ごめんなさい、ルート5っていう風なのは単位円じゃないわけですから、この比率、要は縦と横の比率を維持しながら、この単位円を縮めれば、まあ、ちょうど相似な三角形できますから。そうすると、単位円になって半径1。そうすると、相似比がルート5対1ですから、2とかマイナス1っていう風なのをね、ちょうどルート5で割れば、サインとコサインになるわけですよ。したがって、こう。こういう、まあ、裏技みたいなものを知っておく方がいいですよね。あと、図で理解するとか。まあ、あと、いろいろあるんですが、そうですね。まあ、ちょっとこういうのも見せてみましょうかね。三角関数のこの合成の話ですけれども、ちょっとこれ、この今の板書は一旦消しますね。ちょっとでかいか。あ、いや、これで、サイズをチェックするんですね。70%ぐらいだったら映る？よいしょ。はい。まあ、こんなもんで、三角関数の合成についても、こうやって公式を暗記しておいてもいいんですよ。ただ、公式を使わずに解く方法ないかなっていう。まあ、もちろん、2行、3行、計算の手間は増えますけど、こういうのを、公式使わずにやる方法ないのかなと。で、実は公式使わずに解く方法っていうのは、動質っていうところに載ってるんですよ。まあ、もちろんだから、余弦定理、正弦定理ぐらいだったら、公式使わずにできますよ。まあ、ただ、もっと高度なものになってくるとね、それこそ加法定理とか、コサインアルファ足すベータみたいな、こういうのを展開しようとすると、図を書かなきゃいけなかったりするんで、まあ、暗記しといた方が、さすがに、めちゃくちゃ早いっていうものもあります。ただ、こういう三角関数の合成なんかはあんま覚える必要ないですね。で、しかも良くないのが、まあ、ここまで変形できましたと。シータープラス3分の1パイっていうのをアルファと置いちゃうんですよね。まあ、これは普通に、まあ、僕も昔はやってましたし、別に現役の時もやってたんで、悪くないんですけど、これ効率悪いですよね。だって、アルファに戻したのに、結局戻すんかいみたいな。置いて戻すんかいみたいな感じなんですよ。だから、ぶっちゃけこれ置かない方が早いのは誰でもわかりますよね。ただ、なんか置かなかったら頭混乱するからやめてるだけであって、そう。こういうところの無駄な行数は減らした方がいいですよね。無駄な痴漢とかは別にいいんですけど、僕、ここ記述間違ってるのわかります？痴漢をやったがゆえに、記述間違えてるんだけど、それわかる？てか、まずそもそもこれ、シータになっちゃってるけど、それは気にしないでね。X じゃなくてシータを使っちゃってるけど、それは気にしなせずに、これ、アルファの範囲も止まってないですよね。アルファの範囲忘れてますよね、僕。まあ、これは凡ミスですけど。なんで、そういうミスを防ぐためにも、こういう風にした方がいいというのがございまして。はい。僕だったらこういう風なノートになっちゃうんですね。まあ、もちろん、もっともっと数学できる人いますから、これが正しいっていう風に頭ごなしに言うつもりはないですけど、こんな感じですね、僕だったら。まず、これ式変形すればいいんですよ。要は、これ三角関数の合成は、加法定理由来だよねと。だから、最多コスモス、コスモス、最多が由来だよねって分かってれば、何ら問題ないんですよ。で、手順さえ知っておけばいい。公式なんて覚えなくていい。ルート2か2で割るってことさえ分かっとけばいいんですよ。で、それもね、根拠なしで覚えてたらダメですよ。この式、ごめんなさい、ちょっと字が汚いね。サイン X 足す、ルート3コサイン X イコール、ルート2ですか？で、これを見た瞬間に、このルート3を2とかルート2で割ったら、なんか2分のルート3っていう見覚えある数字、すなわちこれ何か、サイン60度とかコサイン30度っていうやつです。になるなっていう思いでこれ割るんですよ。ルート2とか2で両辺割るんですよ。で、まあ、僕はね、バカなんで、その先の見通しも立たずに、とりあえずルート2で割るんですよ。じゃあもう、なんやこれってなりますよね。ルート2分のルート3ってな、これ何ですかと。で、あかんかったわって言っても、僕はこれ別に線で消すわけですよ。で、そしたら、じゃあ2で割ってみようかっていうんで、2で割ってみたら、ちょうどですね、このルート1、だから2分の1っていう風なのが、コサイン3分の1パイですね。2分のルート3がサイン3分の1パイだよと。で、ちょうどこれ、順番逆になってるんで分かりにくい
いですけれども、サイター、コスモス、コスモス、サイターになってます。で、そしたらもうすぐこれ出てきますね。公式なんで使う必要なしと。で、あとは、置換するか否かっていう話ですけど、結局ね、この X たす3分の1パイっていう風なのが、45度のラインが、180、要は4分の4パイから、4分の1、4分の4パイから、4分の1パイ戻ったところに来ればいいわけでしょ。もう一回言いますよ。ここ集中してるんですね。結局この青い塊が、x プラス3分の1パイっていうのが、4分の1パイか、4分の3パイ、要は、180度から4分の1パイ戻ったところだったらいいわけですよ。だから、結局な、この3分の1パイはもともとあるわけなので、x をどういう風に調整すれば、この塊が4分の1パイとか3、4分の3パイになるかと。それを考えればいいだけなので、もともと3分の1パイスタートのところから、マイナス12分の1パイをやったら、4分の1パイラインになるわけだから、一つ目の答え、要は x が何本になればいいかっていう一つの答えは、マイナス12分の1パイだよね。ここ納得してください。で、そしたら、3分の1パイラインからもう一度、4分の3パイにも持っていきたいと。4分の3パイに持っていきたかったら、まず半分のライン。まだ持っていく。そのためには6分の1パイを足す。ね、6分の1パイを足します。で、6分の1パイ足したら今度4分の1パイ余分に足してやれば、答えになりますと。要は、6分の1パイ足す4分の1パイが回答になるわけだから、12分の2の12分の3、12分の5ですか。だから12分の5パイが2つ目の答えになる。で、あとはまあ x、まあ今回ちょっとシータになっちゃってますが、0から2パイだから、2周目いかないかな、3周目いかないかな、そこだけ検討して終了と。っていう裏技を知っているかどうか、イメージが湧いてるかどうかっていうのが重要ですね。要は、1行目、2行目、3行目っていう文章で覚えてる人って、頭の中で何が起きてるかって言ったらばですね、よいしょ。1行目書いたと。で、そしたらこの1行目書いたら、if then、2行目こういうの書けば解けるよねと。で、2行目こういうの書いたら3行目こういうの書くよねっていう、if then で、解いちゃってる人。まあもちろんこれ同質とか証明とかだったらいいんですよ。論証とかね、言われるものだったらいいんですが、ただこの if then だとイメージ湧かないんですよ。式の上での操作だけに目が行って、全貌で何が起きてるのかって分かれないんですよ。だから、むしろ裏技とか本質とかをついたような勉強した方がいいですね。だからこれのなんかこの公式すぐ忘れるんだよなーってのがあったら、すぐ裏技を調べる。すぐ裏技を調べて、公式の動詞も見ながら、この公式を覚えずに解く方法ってないのかなってことを考えればいいですね。例えば解の公式だってそうですよ。あ、これは解けちゃうか。これは解けちゃうかな。確か。はい。例えば、これを解きなさいっていうふうに言われたときに、解の公式を使うと、x イコール、これ2分の b が使えるよね。で、3分の4、2の4の、あ、ごめんなさい。解けんわ、これ。解けんから、こうします。ちょっと操作します。ここマイナスにしますね。24、これ合ってる？なんか、僕はね、公式をなかなか覚えられない人間なんですけど、多分だから A の、B' ダッシュ、マイナス B' ダッシュの、B' ダッシュ事乗マイナス AC みたいな、こんな式ですよね。で、僕これ、自信ないんですよ、毎回。だから一回僕、今はパッと書けたけど、いっぱい一回文字式に直すっていう癖があるんで、それよりは、もう、さあ、はい、ごめんなさい。こういう風に式変形して、こういう風に式変形してさ、こうして、そしたら9分の4が邪魔ですから、3分の8つ9分の4で、PP で9の24で、9分の28ですか？で、ルート取ってやったら、3の、2ルート7ですか？あ、これ絶対値ね。で、ちょっと、スペース無理なんで、よいしょ。ここからどうなるかって言ったら、単純に、こうか？で、こんな感じ？ってやった方が僕は混乱しないっていう。まあ、こればかりは解の公式の方が早いんで、僕の方がちょっと邪道な気がしますけど、まあ、あともう、この過程はさすがにいらないな。この絶対値の過程は言えませんけれども、まあ、っていう本質を知っておくことは大事だと思いますね。はい。で、だから、解答、解法、解き方ね、そういったものを覚えるときに、文章で覚えるんじゃなくて、図とか、裏技で暗記する。それが大事ですね。で、裏技で暗記するときは、どうしたらいいですかね。だから、それもさ、これを暗記するのがまあ結構骨が折れるわけじゃないですか。これの解き方をね。解の公式だったら一発だけど、手順を覚えるのが、骨が折れるっていうようだったら、マインドマップで勉強すればいいんですよ。こういうのが出てきたら、割る A って書いて、C を右にって書いて、一時の係数半分にとか、うん。っていうのをマインドマップで書けばいいんですよ。C を右にする理由っていう風なのは、
平方完成の計算がしやすいからとか、で、平方完成した後は通分しなきゃいけないねとか、通分はまあ最大、最小公倍数だよねとか、最小公倍数だよねとか、割る A をする理由っていうのも、これは平方完成しやすいからだよねと。ね。で、まあ、A は0じゃないよねとか、A は0じゃないよねとか、1の係数半分にってのも、これ平方完成のためやなとか、第3項、まあ、第3項で僕読んじゃいますけど、定数項ですね、その展開公式の。第3項は右辺にも多数とか、そういうのをマインドマップで勉強すれば、幾分楽ですよね。文章で理解するんじゃなくて、裏技とか動詞とかイメージとかで勉強すると。で、裏技動詞とかで、変換できないような手順の部分はマインドマップにすると。手順の部分はマインドマップに。基本的には図で覚えたり、イメージで覚えたり、本質をつかむと。基本的には図、イメージ、本質で理解していくと。基本的にはね。あと、裏技を調べる癖をつける。平方完成の裏技知ってますかと。因数分解の裏技知ってますかと。ね。他にもいろいろありますけど、和積公式、積和公式の裏技知ってますかと。ね。定積分のなんか難しいやつの裏技知ってますかと。ベクトルのあのわけわからん計算の裏技知っとるかと。まあ、特にユークリッドの誤助法の裏技知ってないともう論外と。裏技は全部吸収しろと。とにかく共通テストの人はね。二次試験の人は裏技も知った上で本当のやり方も知っておかないといけないですけど、まあ、絶対裏ではリンクしてるので、裏技なんて邪道だっていうふうに思わずに、必ずその基礎基本の部分の、なんていうのかな、補強にもなるわけだから、裏技の理解っていうのは。ここは徹底しましょうと。で、基本はここ。で、それ以外で漏れちゃった部分、手順はね、図とかイメージとか本質ではちょっと理解しにくいんですよ。だから、そういうのはフローチャートにしてみたり、こういうふうな。で、フローチャートもできれば、この四角形とか、矢印っていうふうなのを、線とかにせずに、囲んでやった方が、僕は頭への入りが良かったりしますね。まあ、これは人によりますけど。まあ、で、こういうフローチャートにしてもいいけど、僕のおすすめはやっぱマインドマップですね。マインドマップの方が、やっぱ、なんか、人間の頭の中の無秩序な、ね、記憶の形態っていうのを、記憶の体系的な知識とかネットワークっていうふうなものを、そのまま図に落とし込んだ感じがするんで、こういうマインドマップで手順は理解しておくと。で、あとは解きながら自力で思い出しながらっていうところですね。だからあんまり綺麗なノートを、ノートは綺麗に取っていいんだけど、その文章ごと覚えるみたいなのはあんま良くないかなっていうのが個人的な意見です。はい。ということで、結構長くなっちゃいましたけれども、いいですかね。図の、いや、てか、この重ね丸のやつをこっちに移動させた方が見やすかったね。ごめんなさい。はい。ということで、2になります。じゃあ、終わりましょう。